こんにちは、れいせんです。今日は4月20日月曜日になります。絶食736日目。フルータリアン実験は23日目です。天気は雨ですね。もうかなり降ってる。で、現在時刻は午前11時回ったところです。今日はフレッシュジュース。なんとかスプリング。スイートスプリングか。スイートスプリングと、甘夏だね。甘夏と、あと1個だけ、まだ清見タンゴールが残ってるもんで、それ使って朝はフレッシュジュース作ります。夜は、ちょっとどうするかわかんないけど、まあ、グリーントーヤだね。あれはまあ、使い切っちゃおうかなと思っています。それと、あと甘酒、麹甘酒だね。まだ、スティック3本あるもんで、うん、スティックって言っていいのかな、小袋、3袋あるもんで、まあ、それもまあ使っちゃってもいいかなと思ってるとこです。うん、なとこですね。そしたら、絶食736日目始めていきます。今日もフレッシュジュース作っていきます。さっきまでちょっとゲームやってたね。ゲームもね、やっぱタイミングがあってね、なんていうの、スタミナみたいなものがあるから、消化すべきタイミングで消化しておかないとね、効率が悪かったりするんだよね。で、甘夏2個で 598g。で、清見タンゴール、これラストだね、ラスト1個で 281g。で、スイートスプリング。これが小さいの。もう本当に小さいの。5個。で、586g。合わせて1465ってところです。したら、今日も作っていきます。まあ900ってとこかな。したらこれ飲んでいきます。今から買い出し行ってきます。今買い出しから帰ってきました。まあマンゴーサラダを2本と有機豆乳1本、あと桃ミックス1本ですね。で、きな粉4袋。あとこれミックスナッツパウダー。やつミックスナッツパウダー、これ見つけたもんで値段ちょっと高いんだけどね、 50g で200円するから値段高いんだけど、これアーモンドとくるみとヘーゼルナッツ、をパウダーにしたものなんだよ。絶食に使えるじゃん。パウダーだったらね。うん。液体食になるから、液体食、まあペーストにできるもんで、グレーゾーンだけど。まあちょっと試すだけ試してみようかなと思って、まあいろいろ実験するっていうのが、まあ大事だもんで。これちょっときな粉と同じような感じで作ってみようと思います。いろいろね、まあ、有機豆乳で割っても美味しくないだろうし、一番いいのはおそらくマンゴーだろうと思うから、これ250とりあえず入れて、で、ミックスナッツパウダーをこの中に。50g だもすぐなくなっちゃうけどな、これ。あ。なんかこんな感じ。見える？こんな感じ。ちょっとなんかしっとりした感じだね。油分だな、これ。油脂。油分。で、しっとりしてるね。なんかこの辺は、アーモンドじゃないかな。あ、すごいアーモンドのいい香りがする。あ、いいね。ずっと嗅いでたいぐらいだけど。で、これ出して。あ、たまにはこういうのいいかもしれない。たまにはね。で、まあちょっととりあえずこんだけそのまま味見。まあそのままでも。いけるな。割と美味しいわ。あ。俺そのままでいこうかな。マンゴーサラダ入れない方がいいな。有機豆乳、このままの方がいいかな、これ。そのまま取っていきます。なんかこれマンゴーサラダは、きな粉の方で使うんで。したら、まあ、どんだけ取るかわかんないけど、とりあえず、これ、ミックスナッツパウダー取っていきます。これ、爽やかな2種のウォーミックスだね。これ、飲んでいきます。ウエスト測っていきます。正面、側面、そして中、あれ71だな。で、血圧測っていきます。118の84です。今日の結果報告です。今日は天気雨のち晴れですね。睡眠時間は9時間ほどとっています。午後6時半から7時半までの1時間と、翌日午前1時から6時半までの5時間半と、午前7時から9時半までの2時間半ですね。合わせて9時間ってところです。で、ウォーキングとウェイトトレーニングが今日もなしです。日中の室内温度、午前10時45分頃計測で20度。湿度は 59% でした。飲んだもの、野菜ジュースが 2220ml、豆乳は 10ml、果物ジュースは0ですね。で、果汁が、今日午前11時40分頃で、甘夏 598g プラス清見タンゴール 281g プラススイートスプリングですね。これ 586g、合わせて 1465g でできたのが 900ml ってところです。まあ今日はこれだけですね。で、あと水は 200ml。これ塩水取ってます。合計が 3330ml。水200のため実質は 3130ml ってところです。なので今日は 3.1 リッター絶食です。まあ 3.1 割と、まあちょっと微妙に多いかなってとこですね。で、今日活性液はなしです。で、塩ぬち回すは 2g 取ってます。で、みかんの皮ペーストも今日はなしです。で、香辛料も今日はなしです。で、醤油もなしですね。で、きな粉 560g。140の袋、4袋ですね。取ってるんで、スタイル1のプライベートブランドのきな粉ですね。で、560g。で、スープ類は今日はなしってところです。で、あと今日は1匹の麹甘酒だね。あれ、中に入ってる小さな小袋1袋を使っています。これをね、きな粉にちょっとかけて、で、有機豆乳 10g だけちょっと垂らして、で、ペースト状にしたのを取ってみた。まあ、撮影はしてないんだけどね。撮影はちょっとどうしようかなと思ったんだけど、あんまり枝葉っていうか、あんまりあれもこれも入れると長くなっちゃうもんで、どこまでを入れてどっから先を切ろうかなっていうので、まあ、ちょっと微妙なところだったんだけどね。まあ、きな粉にちょっとまぶすぐらいのやつは、まあ、撮影いらないかなって思って、まあ、撮影しなかった。まあ、結論から言うとね、味はね、かなり甘くっておやつっぽいんだわ。おやつっぽいものができるんだけど、虫歯にね、すごく悪かった。虫歯になんか、じわーっとね、嫌な感じが出るんだ。虫歯に。取るとね。明らかにこれ虫歯広がってるよっていう。虫歯悪化してるよっていう。そんな感じだった。だからまあ結論から言ったら、やっぱ甘酒は、きな粉と混ぜるのはやめた方がいいな。豆乳だったらまだマシかもしれないけど、おそらくそれでも、虫歯には悪いと思うから、歯に悪いと思うから、やっぱ甘酒はね、やめた方がいいと思った。精神とか脳とか、あと歯に悪いね、甘酒は。あれ、まあ、原材料名、米麹と、あと塩だよね。まあ、乳酸菌入ってるけどね、あれに関しては。だから、砂糖入ってるわけじゃないんだけど、やっぱり甘酒、米麹使った甘酒は、歯に悪い。あと、まあ、精神とかにも当然悪い。砂糖と同じような、状態っていうかな。害が出るっていうのかな。そんな感じ。まあ、その辺が分かったってところです。一応ね、明日もでももう一回やってみようかな。きな粉に混ぜてね。あと2袋あるもんで。明日はまあ、ちゃんと撮影して、こんな感じで作ってますよって、まあ、入れてもいいかな。まあ、どこまでをね、新しいものはなるべくまあ撮影して入れときたいし、ドリンク飲むっていうやつはね、飲み物に関してはまあなるべく撮影はしときたいなと思うけど、きな粉をペーストにするときはね、めんどくさいんだわ。あれ全部撮影すると、かなり時間取っちゃうしめんどくさいんだわ。まあ、きな粉に、まぶすっていうかペースト状にするときはまあいらないかな、撮影はいらないかなって思ってるところです。明日は一応まあでもこの甘酒のね、甘酒でペーストを作るときは一回ちょっと撮影しといてもいいかな、こんな感じでやったっていうのをねって思った、後から思ったまあそんな感じで今日は一匹の麹甘酒、小袋1袋これ使ってます。であと高田のミックスナッツパウダーってやつね、ミックスナッツパウダーこれ 50g、 1袋 50g、まあ、200円なんであんまりしょっちゅうは買えないけど、まあ、たまにナッツ類をちょっと取りたいなって体が求める時があるんだわ。たまにねそういう時はまあ買って取ってもいいかなと思う、うん、体が求めるっていうことは何かしらその栄養素を体が求めてるってことだもんで、なのでそういう時はまあ取った方がいいと思うから、うん、まあパウダーだったら一応まあドロッとできるし、液体じゃないけどまあ流動食よりということでいいんじゃないかな。まあ実際細かくしてるだけだもんで変わんないんだけどさ一応まあグレーゾーンっていうことで私は OK にしてるっていうかね、 OK にしないといけない気がする、うん、そんだけ OK にしないといけない気がするっていう、そんだけ、うん、体が求めるっていうことはそれ下手に我慢しない方がいいわなってやつだね、まあ、そういうこと、うん、まあそんな感じです。まあいろんなものを試す、実験するっていう上で制限は設けない方がいいわな、当然な。設ければ設けるほど発見が減るっていうか、発見ができなくなるっていうか、そういうのがあるもんで、こういうのを取ってみたらどうなんだろう、でそれで体がこんな風になったよっていうフィードバックができるわけで、それ実験したらできるけど、それでああこれはちょっとグレーゾーンだからやめとこうってやめちゃったら分かんないわけだよ結局よく分かんないで終わっちゃうわな。それはそれでつまんないんだよ。いろんなことを試すことによっていろいろ知識が入ってくるわけだ。試してみたらこうだった、体がこういう風になったとか、ああよくなかった。アーモンドに関してもやっぱねペーストのやつ前も撮ったけど、こんな感じだった、よくなかったとかいうのも全部やってみて分かることだもんで、やっぱやらなきゃダメなんだよ、うん、それをまあね飲み物の部類だそうじゃないとか、まあごちゃごちゃやっていくとまたねそういう知識が得られなくなっちゃうもんで、それはそれで問題だけど、その四六時中取るとまたまずいわけだよ、うん、このアーモンドパウダーもこれも毎日取ってたらちょっとまずいわけだよ、うん、そうすると絶食ってちょっと言えなくなってきちゃうもんで、実験としてはいいんだよ、実験としてはいいんだよ、甘酒とかも実験としてはいいんだけど、不老不死メソッドに使えるものは取っていいんだけど、使えないっていうふうに分かったものはまあ取らないようにするっていうね、そういう形だ。まあ実験は OK だけど、まあ要は不老不死メソッドを確立させるために必要なものかどうかっていうのをそこで見極めてるもんで、まあ、そこだけはまあ、誤解得ないようにしてほしいというところですね、うん、まあ、そんな感じです。でまあ今日はそんだけですね、撮ったのはそんだけで、尿回数は10回出てます。濃さは薄め。で、量は平均的な量。あと少し多い時がありました。大便が今日1回出てます。午後2時55分頃、色褐色で、チューブとバナナ状で50センチ。50センチだもんで、まあ2、4、5。このぐらいかな。割とたくさん出たよ、今日。で、プラスソフトクリーム状で100ミリぐらい、ラストにね、ブジュブジュっていうのが出るんだわ。まあ大体見た目150はこれいってないかなってとこなんで、100ミリぐらいってとこです。で少し柔らかめで匂いはわずかにありってとこです。匂いがね少ないんだよ、便の匂いが。きな粉とあと野菜ジュースだね、野菜生活100とかと、あとフレッシュジュース、まあ今日のこんな感じだね。ミックスナッツパウダーも今日取ってるんだけど、今日取ったものに関して言えば、まあ今日取ったものだけじゃないわな、ここ数日間だわな。まあきな粉ベースできな粉と野菜ジュース、まあこの間あとフレッシュジュースだね、この範囲だね。この範囲でやる分には便が臭くならないっていうのかな、つまり悪玉菌が増えないっていうのかな、そんな感じ、うん、割とね。できなこ前ちょっと取った時は悪玉菌出たんだけど、あの時はでも果物ジュースとか取ってたからな、フレッシュジュースならいいんだけど、市販の果物ジュースだとちょっと悪玉菌が増えるかもしれないっていうとこですね、まあ、その可能性はあるってとこです。まあここ数日間のこのやり方、この飲食の量っていうか、あとまあ、種類っていうのかな、きな粉と野菜ジュースベースのフレッシュジュースも加えて、このやり方だと便が臭くならない、悪玉菌はあんまり増えないってとこですね。なんで、匂いは今日わずかにあり、本当に少なかったってとこです。で、おなら時々ありで、匂いは少し匂う時があったんだけど、少ないんだよ。匂いが少ない。とにかく匂い少なかった。今日は便ね。便じゃないわ。おなら。おなら。便だけじゃなくておなら。便とおならだね。両方ね、匂いが少なかった。で、おならに関しては時々出るぐらいで、回数も少なかった。で、しかもね、出る時のおならの量だね。おならの体積っていうのが、体積もね、ずっと少なかったんだ、今日は。もうそんな感じ。なんだけどね、翌朝、さっきね、動画で編集作業やってる途中だね、途中からね、急にね、おならが一杯出るようになったんだよ。しかもね、ガスの量が多いんで、1回が多いんだ。1回のガスの出る量が多いっていうのが、ブーって出るんだわ。で、しかもね、ちょっと臭いんだよ。なんだろうね、あれ。臭いってね、臭さはね、そんなに、そうでもないか。臭さはね、そんななかったな。あんまり、ちょっと匂うぐらいだな。ちょっと匂うぐらい。臭い。ただ、日中の時のおならの匂いよりも、ちょっと匂いがあった感じがしますね。そんな感じ。で、急にね、おならがたくさん出るようになったんだよ。なんだろうね、あれ。で、考えられるのはね、歯磨き粉だね。一番可能性が高いのは歯磨き粉。歯磨いて、それから動画の編集作業を始めてるんだわ。で、動画の編集作業の途中だね。あれ、どのぐらい経ったのかな。歯磨いてから1時間ぐらい経ったのかな。編集作業今日も割と長かったでね、1時間以上は編集作業やってたと思うんだけど、1時間ぐらい経ったかと、途中でね、急におならがいっぱい出るようになったからね、ガスの体積が多かった。1回ごとのね。で、それが何回も出るんだわ。急にだよ。で、ここ数日間そんなんなかったもんで、なので、あれで、歯磨くのはね、毎日歯磨いてるわけじゃないんだよ、私の場合。たまに磨くって感じだからね。めったに磨かないんだけどね。久しぶりにちょっと歯磨いたってとこなんだけど、そしたら、編集作業中に急におならがいっぱい出るようになったっていうね。なので、可能性が高いのは、歯磨き粉の中に含まれる化学物質だな。それが腸の中にやっぱ少量入るわけだよ。最後、歯磨いて、最後、口すすぐよね。水道水ですすぐよね。そのすすいだ時に、ちょこっとやっぱ口の中に残ってるものが、ゆっくり流れていくわけだよ。ちょこっとね。飲み込んだりはしないんだけど、歯磨き粉の泡を飲み込んだりはしないけど、やっぱ少量は入っていくわけだ、体の中に。わずかな量ね。それが腸に達して、で、ガスを発生させたっていう可能性だね。っていうか、これしか考えられないんだよね。あとは水道水だな。その口すいだ時に水道水も少量ね。少量体の中に入るもんで、その水道水の中にも、カルキや、他にもなんか、やっぱ微細なね、物質は入ってると思うから、それが悪さしたっていう可能性もある。可能性としては、一番高いのは、その歯磨き粉だな。歯磨き粉の中の化学物質。これが腸の中に入ることによって、おならがたくさん出るようになる。おならがたくさん出るってことは、なんか反応してるってことなので、悪玉菌とか増やす要素になってるかもしれない。ないし、水道水だな、水道水。微量な水道水、わずかな量のね、水道水が悪さしたっていう可能性。この2つなんだけどね。歯磨くっていうのもちょっと考えもんかもしれないなって思ったけど、歯磨かないっていうのもね、虫歯がやっぱね、気になるというか、そんな感じです。そういうのがあったってとこですね。で、今日の計測時刻は正午12時20分頃に計測して、昨日よりも2時間と30分ほど遅いですね。まあ、0.25 キロぐらいはその分減ってるってことになります。体重 58.45 キロ。昨日に比べてプラス 0.15 キロの増加です。なんで昨日と同じ時間に測ったら 0.4 キロの増加ってことですね。割と増えてる。まあ、この辺もきな粉で間違いないんじゃないかなっていうところです。まあ、あと今日は甘酒も、小袋1袋使ってるからね。あと、ミックスナッツパウダーも取ってるからね。この辺も関係あるかもしれないけど、まあ、昨日と同じ時間だったら 0.4 キロで、今日はね、朝だね。朝、ちょっときな粉を取ってるもんで、あれも体重増加に影響してるんじゃないかなっていうとこです。なので、取るタイミングだね。この辺も大きいと思うんで。で、BMI は 18.4 で変化はなし。体脂肪率は 14.1% でプラス 0.2% の増加です。体脂肪率がもうだいぶ増えたね。まあね、体脂肪率を増やしたいっていう意図もあったもんで、まあ、ほいできな粉を今ちょっと取り続けてるっていうのもあるんだけど、っていうのは、今まで体脂肪率が低い状態で実験ずっとやってきたんだけど、だから前、すごく若返った時って体脂肪率がもうちょっとあった時だと思うから、なので、あんまり体脂肪率が減ってる状態だと若返りしにくいのかなっていうのがあるんだよね。だから一回ちょっと体脂肪率をちょっとある程度上げて、その状態で実験してみたいっていう気持ちがずっとあったんだよ。そうずっと考えてたんだけど。まあで、ここ最近、きな粉取るようになってから体脂肪率ガンガン上がっていくもんで、これ一応、いいなっていうか、まあ、実験の準備に、まあ、都合がいいっていうのかな。ある程度体脂肪率が高い状態で実験するっていうのができるもんで、まあ、その辺もあってちょっと最近きな粉取り続けてる。まあ、ある程度したら、まあ、フルタリアン実験、ちゃんとしたね、フルタリアン実験に入るんだけど、まあ、あとどうだろう。あと1日2日ぐらいで、まあ、きな粉はなしにして、もうフレッシュジュースだけ、フルタリアン実験に、まあ、移行させようかなって思ってるところです。まあ、なんで今、ちょっと冷蔵庫の中にあるもので、もう開封しちゃったものは、あらかた、まあ、さばいちゃおうかなと思ってるところです。まあ、そんな感じです。まあ、体脂肪率。もう、増加だね。体脂肪率の増加はきな粉で間違いないと思う。きな粉取ると、体脂肪率がどんどん上がっていく。まあ、取る量によって違うと思うけどな。今4袋取ってるもんで、この量を取るとさすがに増えていくってとこですね。で、血圧118/84。最高血圧-3、最低血圧-3なんで、血圧が微妙に下がってるんだけど、これはおそらく塩水だと思う。今日塩水全然取ってないんだわ。最初は200ミリ取っただけだもんで。まあ、それで微妙に下がったんじゃないかなっていうところです。で、あと、脈拍74でプラス3、ウエスト71センチで1センチの増加です。まあ、ウエスト、体脂肪率ウエストに関しては、きな粉で間違いないと思う。あと、まあ、今日はね、やっぱさっきも話したけど、朝にもきな粉ちょっと取ってるもんで、まあ、その辺もウエストに影響を与えてるだろうっていうところです。で、今日の気づき。まずきな粉だね。きな粉に麹甘酒入れて少量の有機豆乳混ぜたら美味しかったんだけど、虫歯にうずきが出た。まあ、さっき話した通りですね。まあ、なんでやっぱり甘酒は体に良くないな。良くないっていう感じですね。体とか歯、に良くない。良くないなって思った。甘くて美味しいけどね。で、あと昨日知ったんだけど、ネットでYouTube ちょっと見てて、いろいろ見てて、で、トップランキングっていう、チャンネルがあるんだわ。トップランキングっていうチャンネルの中で、不老不死の動物、トップ10だったかな。不老不死の動物を集めた、そういうチャンネル番組っていうのかな。番組って言っていいのかな。があったんだわ。まあ中にあったもんで、それちょっと見てたんだよ。で、そしたらね、その中にベニクラゲっていうのが出てきて、このベニクラゲっていうのがね、不老不死なんだわ。不老不死で、ある程度老化してくると、若返りするんだよ。若返りのプロセスを、やり始めるっていうのかな。若返りのプロセスを始め出して、で、若返るんだよ。若返って、また新しい人生を進んでいく。で、また老化してきたら若返りして、また新しい人生進むっていうね。ベニクラゲ。まあ、多分、調べたら出てくると思う。不老不死なんだ。不老不死でしかも若返りできるっていうね。無敵じゃん。そういうこと。まあ、なので、それだね、ベニクラゲ。なので、不老不死、若返り、今私がやってる、まさにやってることそのままだったんだわ。うん。なんで、この、世界だね。この世界には、その若返りとか不老不死がすでにはもうできてる動物っていうのがいるわけだ。存在するってわけだ。うん。実際にやれる生物がいる。これでかいよね。うん。で、その私たち人がそのベニクラゲよりも劣ってるとは考えられないよね。うん、考えられないよね、そんなの。そんなわけないだろうって思うよね。でラムさんも1万5,000年だったかな、今までずっと人っていうのは作り込んできた、そういう化身って言って体って言ってるんだけど、この体っていうのは15,000年かけて作り込んできたものなんだっていうふうに言ってるんだよ。15,000年だったかな、13,000年だったかな、まあその1万年以上ね作り込んできたものって言ってるんだよ。うん、ってことはだ、で他の動物に関してもそれは私たちが思考によって生み出したものなんだって言ってるんだよね。だったら不老不死のベニクラゲを作り出せているんなら、この体にその機能が備わってないわけないよなっていう、そういうことだよ。うん、当たり前だよな。ベニクラゲを劣るように作ってるわけないんだよ。劣るわけないんだよ、人がね。うん、だからこの体には必ず若返りすることもできるし、不老不死になることもできる、そういう機能は必ず備わってるんだよ。ベニクラゲにあって人にないわけないんだよ。ベニクラゲにあるんだったら人にもあるわ。入れてるわな、間違いなく。うん、ベニクラゲを劣るようには作り込んでいないと思うから。でラムさんも若返ることはできるって言ってるんだよ。まあそれならできるでしょう、うん、っていうことだよね。うん、そういうこと。まあねえ、例えば超音波でね、超音波で人とやり取りする、まあ、他の種とやり取りするっていうイルカとかさ、そういう特殊な機能を持ってるものもいるからね。超音波でやり取りするって人にそんな機能備わってたっけとか、そういうのもあるけどね。そうすると動物に備わってるものを全て人が備わってるのかって言ったら、そこはやっぱねちょっと議論の余地がありそうだよねとは思うけど、でも人にも人の中でもね、やっぱ他の人となんか他の人のなんかテレパシーじゃないけど、他の人の意識を感じ取ることができるとか、そういうのってあるよね。うん、でそういうところでちょっと優れてる人とかも中にはいるわけだ。うん、って考えると備わってはいるけど使ってないだけっていう可能性もあるんだよ。そういうことだよね。備わってはいるけど使ってないっていうね。だから他の動物に持ってる要素っていうのは人の中にも持ってるんだけど、ただ使ってないだけっていうね。でラムさんもサイキックっていうのは割と普通なことなんだっていうふうに言ってるんだよ。割と普通なことなんだよ。だからそういう超音波でやり取りって本当はできてるんだよね。うん、本当はできるんだよ。ただ使ってないだけ、そこに意識が向いてないだけ、できると思ってないだけっていうね。うん、でラムさんもできると思えばできるっていうか、うん、態度で示せばいいっていうか、うん、望めばそれだけでいいっていうふうに言ってるんだよ。うん、だから、まあ、体には備わってるんだけどみんな気づいてないだけっていうか、使わってないだけっていうか、まあ、それだけのことっていうのかな。うん、この自然界にその若返りできるっていうことと不老不死で生きていけるっていうこと、それをもうすでにやってるっていうか、それを持ってる、そういう種がいるベニクラゲっていうね、ここでかいと思う。うん、でベニクラゲが持ってるんだったら人にもあるはずだ。うん、ベニクラゲより人が劣ってるわけはないっていうとこですね。うん、まあ、そういうところからも今私がやってるこれだね、不老不死若返り、これは間違ってないっていうふうに思えた。ベニクラゲの存在は大きいかなって思うね。うん、あとは証明するだけですね。実際に若返っていく状態だね。そしたらベニクラゲと同じことができるわけだ。ベニクラゲ、まあ、ある程度老化してきたら若返りのプロセスを開始して若返るわけだもんで、人も同じことができる。人もある程度老化してきたら、40代ぐらいになってきたら若返りのプロセスね、アフロフシメソッドを行って、まあ、20代20歳の時だね、20歳の時まで若返って、でまた新しい人生を進めればいいっていうね、そういうこと。これを繰り返せば、伊勢の神宮の式年遷宮と同じだよね。20年ごとに新しくするっていうね。それによって、まあ、2000年3000年4000年ずっと連綿と続けることができるっていう、それと同じ。20歳に戻って、で、まあ、20年経ったら普通に20年過ごして、40歳ぐらいになったらまた若返りのプロセスで20歳に戻るっていう、これ今私がやろうとしてるのはこういうことですね。とにかく若返り、まあ一応今大体、まあ、今までやってきてね、いろいろ分かってきたもんで、今ちょっと休憩してるんだけどねきなことってね、でまああと数日したら本格的にフルタリアン実験やるもんで、塩水とフレッシュジュースだけでやっていくもんで、で様子見る。これでもう若返っていけばね、1.75 リッター絶食でね若返っていけば完成だわな。そしたらベニクラゲと同じようにみんなも不老不死になれるし、いつでも若い状態に戻ることができるってとこです。でかいでしょ。こんな感じですね。明日もまあ一応まだきな粉あるもんで、あとグリーントーヤだね。グリーンスムージーと有機豆乳でもう封開いたやつ、もう結構日にち経っちゃってるからな、もうちょっとやばいかもしれない。明日には使っちゃわないとまずいなと思ってます。なんでまあグリーントーヤも取って、でちょっと豆乳1本買ってきちゃってたんだけど、なんか余りそうだもんで、なんか果物ジュース1本買ってこようかなと思ってますだね。まあそんな感じで一回ちょっと買い出しには行くかもしれない。とにかくね、少量ずつ買ってこないと、たくさん買うとたくさん取っちゃうもんで、なのでまあ少量ずつ買って今やってるってとこですけどね。なんで朝フレッシュジュース作るんだけど、その後はグリーントーヤと、あとトーカミックスだね。トーカミックスと、であときな粉だね、きな粉類で、まあ明日はやっていこうかなって思ってるとこです。そしたら、絶食736日目完了です。それではまた明日。